ローレルオイルは、クスモキ科の常緑鉱木である、月桂樹の果実から得られる、植物油。ローレル果実ローレルオイルは主に地中海沿岸や、トルコ、シリアにて生産されている。産地では森に自生する好みを拾って、オイルを取り、主に石鹸の原料として利用。主成分は、オレイン酸。シネオールやリナロール、ピネン、ゲラニオール、オイゲノールを含み、抗菌作用があるほか、 肌のコンディション整える効果が期待できる。常温では液体であり、非常に滑らかで肌によくなじむ。ローレルの果実由来の方向を持つ。生産地では古くから薬用として使われている。ローレルオイルトルコやシリアなどの原産地では、喧嘩法による石鹸作りが盛んで、シリアのアレッポで生産されるアレッポ石鹸が有名。日本では化粧品メーカーが、 石鹸やシャンプー、リンス、ハンドクリームなどに配合した商品を販売している。ローレルオイル石鹸ローレルオイルを取る月桂樹の木はオリーブオイルを採取するオリーブの木のように農産物として栽培されていない。そのためオイルを取る実は山に自生している木から落ちたものだけを拾い集める。熟した実は大きな鍋に水と一緒に入れて火にかけ、 混ぜながら浮かんでくるオイルをすくい取るシンプルな製法で作られている。毎年10から12月にかけて実が熟した時に採取するため収量は少なく現地でも貴重なオイルとされている。生産地では収量が少ないローレルオイルは高価なものとして扱われ、このオイルが少量でも用いられた石鹸はローレル石鹸と呼ばれる。昔から健康によく癒しの効果があると言われている。 ローレルについて、月経樹の実から、手作りのローレルオイル石鹸百科ホーム、石鹸生活の知識観、石鹸とは、石鹸の製造方法喧嘩法と中和法。ありがとうございます。